皆さん、こんにちは。放送大学客員教授の原沢です。私の専門は日本語教育です。これから私の担当する面接授業、異文化理解について説明します。皆さんにとって異文化とはどのようなものでしょうか？多くの人は外国のことをまず頭に思い浮かべるでしょう。しかし、私たちの身近な存在にも実は異文化はたくさん潜んでいるんです。この授業では、異文化コミュニケーションの基礎知識を学び、その知識をいかに実践的に役立てるかを考えます。異文化に対する捉え方や接し方をグループワークを通して学んでいきます。そして、これまでのコミュニケーションのあり方を内省します。授業を受けることで、これまでとは異なる世界観を持つことができるようになるでしょう。多くの皆さんの受講をお待ちしています。